野菜の種は溶きた種が。栗王子はオープンデーに来場いただいた生産者の方から直売所で1個で販売したい、カットしないで1個売りしたいという要望をいただきまして開発した品種です。通常の従来の栗将軍や栗大将が2キロのサイズに対して、この栗王子は平均で 1.4 キロから 1.5 キロぐらいですので、直売所で丸ごとこのままカットしないで販売できるというのが特徴になります。また食味も収穫してすぐに甘みが出てきてですね、栗のような風味もあって大変美味しい品種です。1917年創業、時田種苗。